スポンダーも一緒か。新たな一コマを。どの車だ。多くの喜ばしい。どのロールスロイスだ。到着予定。独占権を、ミシッピ州チュニカ。分かった。奴が向かってる。引っかかると思うか。あんたはかかった。準備はいいか。生まれつき OK だ。ミューチュアル方式のギャンブルの出現以来、最も進んだゲームをご紹介しましょう。カードやサイコロなんかより数段面白く、衝撃的でエキサイティング。それがナフセーデ。みんな了解？これはこれはバンク会長、光栄ですよ。カジノドミノの説明をお聞きいただけますか。ハウスアドバンテージ 14%。 正式なものかね。もちろん。何よりもプレイヤーに勝つ希望、それがギャンブルというもんでしょう。バンク会長が新進気鋭の我が社にチャンスを与えてくださるかも。さあ皆さん拍手を。ザボット、手短に頼むよ。恐れ入ります。それでは第一ラウンドのベッド、ドミノが配られる。第二ラウンドのベッド、パイを上にして配られる。さて最初のディールでプレイヤーが5の倍数で勝ったとしましょう。とにかくプレイヤーの勝ちです。掛け金は5倍になる。ところが勝つ確率は11分の1。だからプレイヤーが勝っても店も勝つ。了解？ああ、そりゃいいな。じゃあ後で私のところに資料を送ってくれ。じっくり検討するよ。今さら資料なんて読む必要ないじゃないですか、バンク会長。大切なのフィーリングです。なかなかいいが、このバンクに向いてるかどうかだ。そうだろ。利益的に。そのゲームをうちのカジノに置こう。そう来なくちゃ。どうやら進歩的なお客様のようだ。ナフセットは私のホテルで成功の新しい一コマを刻む。待ってました。それでは今すぐ買い取りたい。うちに独占権。そのドミノテーブルをチュニカのホテルに置きたい。ミシシッピーに。カジノの墓場だ。断ったくせに口を出すな。断った。じゃあこんな真似ができるか。私のカジノの中央にそれを置く。今夜